皆さんこんにちはと今日は私の問いかけからこれを始めたいと思いますと皆さんはどんな社会に生きていたいと思いますかと私がこの問いを考えるきっかけになったのがこの友達障害当事者リーダー育成米国研修を得たからですと高田智美と申します今日はどうぞよろしくお願いいたします 私はこのプログラム2016年,2年3年前ですねに参加しましたこの研修はアメリカのボストンで6ヶ月間インターンシップをして日本に戻って社会に貢献するというポリシーを持ったものです私はユニバーサルデザインについて学んでまいりました今日はこの話とどのような社会に生きていきたいか私の結論をお伝えしたいと思います 私がなぜユニバーサルデザインにに興味を持っったかかそのきっかけについてお話ししますこの写真にあるなんですけどテンボというブランド皆さんご存知ですかとこのテンボというブランドのファッションショーに裏方として参加させていただきました真ん中に写っているこの彼女なんですけどフランスからモデルとしてファッションショーに参加するために来日していたので私はまあその通訳 兼サポートとししてて参加させていたただきました実際このファッションショーに参加したときにユニバーサルデザインがいかに影響力のあるか人々の意識や考え方にインパクトを与えられるかというところを学びました。これは私がボストンで実際にインターンの活動に参加していた時の写真です。これれは開発されてない未開発発さていな未の ハイキングコースをみんなで歩きその終着点最後の場所でどのようなデザインに改善すべきかどのようにしたらそれぞれいろんな障害や病気を持った人が快適に過ごせるのかということを話し合いました私の参加していたインターンシップの NPO ではこの改善案をもとにデザインを作り直し開発元に提案していきます私がここで学んだのは いかに自分が持っている経験や病気それと同時に他人が他の方が今まで培ってきた経験や持っているものに価値があるかそれをどう尊重すべきかどうかというところを肌で体験しましたここで早いですが私の結論です私はどんな社会に生きていたいかという疑問に対して障害を持たない社会に障害を感じることの少ない 社会にに生きていたいたたと思うようよなりましたそのためには、えっと、ユニバーサルデザインを実現することデザインをいかに人々が過ごしやすいように作っていけるか実現できるかというところが一つ目のポイントだと思っています。二つ目は支え合い人々が手を差し伸べることもお互い同等として一緒な時間を過ごせることが二つ目のポイントだと思っています。 3つ目は、個人の能力が尊重されるということです。私のプレゼンテーションは以上になります。ありがとうございました。